サムエル記第一の3章少年サムエルがエルの前で主に仕えていたその頃、主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかったその日エリーは自分のところで寝ていた彼の目は霞んできて、えー、見えなくなっていた神のともし火はまだ消えていずサムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていたその時主はサムエルを呼ばれた彼ははい ここにおりますと言って、エルのところへに走っていき、はい、ここにおります。私をお呼びになったのではと言った。エルは私を呼ばない。帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエルのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったのではと言った。エルは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休みと言った。 サムエルはまだ主を知らず主の言葉もまだ彼に示されていなかった主が三度目にサムエルを呼ばれた時サムエルは起きてエルのところに行きはいここにおります私をお呼びになったのではと言ったそこでエリは主がこの少年を読んでおられるということを悟ったそれでエリはサムエルに行った行っておやすみ今度呼ばれたら主をお話しください しもびは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。そのうちに主が来られそばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはおなしください。しもびは聞いておりますと申し上げた。主はサムエルにお教えられた。みよ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者はみんな二つの耳が鳴るであろう。その日には エリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自らの自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川、生け根によっても穀物の捨て物によっても永遠に 告げ直うことはできない。サムエルは朝まで眠り、それから死の宮の扉を開けた。サムエルはこの目視についてエリーに語るのを恐れた。ところがエリーはサムエルを読んでいった。我が子サムエルよ。サムエルははい、ここにおりますと答えた。エリーは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら神がお前を行く、行方にも罰せられるように。 それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。サムエルは成長した。主は彼と共におられた。彼の言葉は一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベエル・シェバーまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再び城で現れた。 主は再び白で現れた主の言葉によって主がご自身を白でサムヤに表されたからである。